こんにちは、折口教授です。今回は、やっとフロリダに帰ってきて、練習を再開しました。でまだ試合の日程とかは全然決まってないんですけど、しっかりいつ試合になってもいいように体を作っていきたいなと思ってます。今まだ帰ってきて1週間ぐらいなので、日本にいる間走ったりとか、軽い筋トレだったりとかぐらいしかやってないので、なまってる部分がすごい体もあるので、徐々にどんどん体を作って戻していきたいなと思ってますね。フロリダで自分にしか取れないフロリダの生活だったりとか、フロリダのちょっと楽しいとこだったり、ショッピングモールだったり、取れる時は取っていくので、ぜひ見てください。まだ日本で取りだめしといた企画もあるので、それもぜひ見てください。あとはそのフロリダのを楽しみにしていてください。じゃあまたねー。